第4章、病気治療には役に立ちそうにない現代の東洋医学研究の現実最近西洋医学的治療の行き詰まりを打開するために視点を変え東洋医学的治療に期待する風潮が出てきましたがん治療に関しては漢方薬などが期待されていますしかし漢方薬は実際にがんの治療に使ってみるとその効果は 西洋医学の免疫療法の薬程度のものでがっかりするのが現状です東洋医学では病気という現象をどのように考えているのでしょうか東洋医学的病理観の根本に存在するのは引用語行説です引用語行説ではこの世界の現象を影収縮する性質と非発散する性質に分類しますさらに この世の現象は、気、火、土、金、水の5つの構成要素の相生相国、協力と対立によって成立し、流動するという考え方です。こう言うと、難しく聞こえますが、分子だ、原子だ、素粒子だと、分析と分類に明け暮れる西洋流の科学と違い、東洋的な思考法は、現象を、大まかに、いくつかの性格の似たものに分け、 その相互の協力ないし、対立によって現象を把握する統合の科学であるということができます。東洋医学とは、狭くは、中国の古典医学を指していますが、広く見れば、日本漢方、インドのアーユルベイ大学、チベット医学など、いくつか流派があります。いずれも、根本にある病理観は、引用語行説と大同正異で、現代的な視点からは、 非科学的でチンぷんかんで理解しづらく治療法も原始的で医学か宗教かよくわからないというのが現代人の一般的な見方です。中国医学の古典である規定内形が成立したのは前漢の時代で紀元前3世紀から紀元1世紀頃であり今から2,000年以上も昔のことです。 漢方薬の古典である召喚論が成立したのが西暦200年頃の後漢の時代です風薬として有名なカズラネイも召喚論に記載されている漢方薬です今でも東洋医学というと規定内系や召喚論から入るのが普通です東洋医学にはこのような古い教科書しかないということは 東洋医学は2000年もの間全く進歩していないというような意地悪な見方もできます。しかし、一方では東洋医学的病理観は究極のレベルにまで到達しているのでこれ以上の改変の余地がないという見方もできます。現在、東洋医学に対してさまざまな方向から研究が行われています。しかし その内容たるや漢方薬の成分の生化学的解明であるとか壺や経絡気の流れる道の電気的な解明であるとかの重箱の隅をつつくようなくだらない話ばかりです根本的には科学的な西洋医学的視点で東洋医学を解釈しようとする研究が主流となっています残念ながらこのような東洋医学の解釈は あままり評価されてはいません私の見るところ今の東洋医学の研究者たちは東洋医学の根本概念を完全に見落としているために大した臨床的成果を上げることはできないと思います残念ながらがんの治療にも役立ちそうにありません現在の東洋医学は正当的西洋医学が効果を示さない時に何もすることがないので 気休め程度に少しかじってやってみる一夜流医学に堕落しています。本気で東洋医学的治療が有効であると考えている医師は極めて少ないのが実情です。大体において東洋医学が西洋医学にとって代わられたのは、治療効果において西洋医学的治療法に立ち打ちできるような治療法がなかったせいであり、自然淘汰されたと言っても良いと思います。 ガンすなわち悪性腫瘍という疾患概念は西洋医学が科学的に確立した病理学的概念でありもともと東洋医学が入り込む余地はないと言えますしかし私は視点を変えれば東洋医学的病理観はがんを解明し治療する重要な原理を示しておりこの原理は 最先端の現代自然科学からも十分に説明できると考えています。残念ながら、現在の生物学や医学は、全く誤った仮説を盲信しているため、この点に気がついておりません。東洋医学的病理観は、それを謙虚に眺めれば、単に病気を治すというばかりではなく、 人生いかに生きるべきかという高次元な哲学的問題にまでヒントを与えてくれる宝の山であると言えます。